うつ伏せで胸を見てます、はいはい、これが胸でね、はい、これ心臓なんですよ、はい、でこれが真横でね、はい、これが胸でこれが心臓、はい、ちょっと心臓大きいかな、左手ですね。そうそう、まあ、左手が拡張か分かんない、まあ、でも左の場合が多いですね。レントゲンでは左ということは筋肉が分厚くなってるんで、そこまではちょっと分からないんですけどね、まあ、大きいと、はい、肺は綺麗でした、はい、でこのお腹で、これはあの、まあ、お腹の中これ、はい、腹膜炎があったから、手術、そう、手術の時ね、はい、あのステンレスの糸で塗ったりか、これは残ってますわね、はい、ほんでこれ腎臓の形もさ、ちょっと小さいんだよね、うん、この輪郭腎臓です。もう一個の輪郭がこれだと思うんだけど、でこの長さがね、普通2番目の腰の骨、はい、1、2、3、この2番目の腰の骨の2倍は欲しいからさ、ね、ちょっと小さい、萎縮してるかなと。でこれがおそらく膀胱だと思うんですけど、はい、まあこの写りは、まあ、お仕事あんま出てそう悪くはないんですけどもね、はい、うん、まあ、レントゲン的にはだから腎臓がちっちゃいことと、ちょっと心臓が大きくなってるなということが分かりました。年取ってる、そう、年齢がいくとさ、そういうことも起きてくるんですよね、はい、でそのまま心電図もね、はい、ちょっともう撮ってね、これ心電図30秒撮ったんだけど、初めの15秒ぐらいしか綺麗には取れてません。規則正しく打ってますわ。もうこっからだとあの子動いちゃったから、はい、綺麗に取れてないの。これ不整脈じゃないです。はい、でこれを読んでいくと、これ心室性気外収縮って書いてあるけど、これは動いてこのむちゃくちゃなところがね、うん、出てる。だから心室性気外収縮はないと思います。はい、心電図的にはまあ、あの、まあ正常範囲だけど、ちょっとこの山が高いかなと。これは心臓が肥大してるという所見がちょっとあります。心臓が肥大してるからおしっこがそんな風にはならないんですけどね、でもちょっと心臓病も始まってるなということが分かりました。そうですか、はい。